みんなこんにちは、マリオだよ。今日はピーチ姫、プッパ、キノピオが部屋でかくれんぼをしてるみたいなんだ。どこに隠れているか俺と一緒に探し出そう。一緒にかくれんぼしてくれるよっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。あ、みんなグッドを押してくれてありがとう。よーし、みんなで探してみよう。一体どこにいるのかな。なんだか早速服が全部見えちゃってる人がいるけど、みんなはこれ誰だかわかるよね。わかった人はコメント欄に名前を書いてくれると嬉しいな。これが誰だか名前を書いてね。この髪型、ピンク色のドレスは、もちろんあの人だよね。よーし、みんなで呼んでみよう。せーの、ピーチ姫、見つけた。あら、なんでわかってしまったのかしら。私、かくれんぼってするの初めて。楽しかったわ。みんな見つけられてすごいのね。コメント欄にピーチ姫って書いた人、天才だわ。さあ、残るはクッパとキノピオよ。どこにいるか、よーく探してみてね。ちょっと難しいかもしれないわね。クッパとキノピオはどこにいるんだろう。探してみよう。あれ？怪しいところは、あ、ソファーの後ろに白と赤い丸が見える。これは一体何だろう。この模様はもちろん、うん。みんなで名前を呼んでみよう。せーの、キノピオ見つけた。あれれ、バレてしまいましたか。皆さんもマリオさんもかくれんぼ見つけるの上手なんですね。残るはクッパ一人です。クッパはどこに隠れているのでしょうか。意外と隠れるの上手なんですね。ピーチ姫、キノピオを見つけて残るはクッパ。クッパはどこにいるのかな？みんなわかったかな？ピアノの後ろにはいないみたい。ベッドの方にもいないかな？キッチンの後ろは怪しいところはなさそうだけど。あれ？よく見ると、なんだかトゲトゲしてるものが見える。このトゲトゲは？よーし、みんなで呼んでみよう。クッパ、見つけた。あれれ、バレてしまったか。みんな、俺様を見つけるなんて、すごいな。クッパ、キノピオ、ピーチ姫、全員見つけることができたよ。みんなのおかげだよ。ありがとう。スーパーマリオかくれんぼ、今日はこれでおしまい。みんなと遊べてすごく楽しかったよ。グッドボタンを押してくれたり、コメントを書いてくれた人、本当にありがとう。チャンネル登録がまだの人は、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。今日の秘密のスクラッチ、誰が隠れてるか、みんなわかるかな？最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。